これは E さんという元教師の方が体験した話である。当時 E さんは高校の社会科教師として働く傍ら、青少年補導員も務めていた。夕方から夜にかけて補導員数名で繁華街や若者たちがたむろしそうな場所を見回り、それらしい者がいたら声をかけて帰宅を促すということをしていたそうだ。ある週末の夜、E さんたちは繁華街から少し入った猥雑な裏通りを歩いていた。そこには格安ホテルがあり、くれぐれも未成年者を立ち入らせないようフロント係に伝えるのが慣例となっていた。その時、一人の10代とおぼしき年若い女性がホテルの玄関口から人目を避けるように出てくるのを目撃した。補導員たちで示し合わせて女性に近づき声をかけると、目を合わせずに逃げようとしたので前に立ちふさがって詰問したところ、予想通り未成年者で近くの高校に通う女子生徒であることが判明した。学校はもう退学するつもりだったと女子高生はとつとつと話し始めたが、都内で不動産会社を経営しているという男から援助交際を持ちかけられ、一緒にホテルに入ったのだという。男が先にシャワーを浴びることになったが、なぜか水の音もしないし何分経っても出てこない。確かに洋服を脱いでシャワールームに入ったはずである。こっそり部屋から出ようと思ったが、どうしたわけか男の持っていたカバンも見当たらない。それで不思議に思いながらホテルから出てきたというのだった。男が渡してきた名刺があるというので E さんはそれを預かった。フロントで事情を説明し、補導員全員で女子生徒がチェックインしたという部屋に入ってみたが、くまなく探してみてもやはり誰もいなかったそうだ。後日 E さんは男の名刺にある会社に電話をかけてみると、すぐに事務員が出た。しかしその名前の社長は2年前に中央道で交通事故を起こして亡くなっていると冷たい口調で言われたそうである。